皆さんこんにちは。希望の日本再生チャンネル。前回、この武田勝彦先生がチランと出会い、そしてチランの中 でこれまでこうずっと活動されてくる中で感じられたことについてお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。で今回は そもそもチランとは何ぞやっていう。そんなんチランチラン。座布団一枚。この数秒の間でこのカメラの後ろ側のこの失笑具合にもうね、多分ねこの携帯見てる人もですね、皆さん違うチャンネル行ったんちゃいますね。基礎知識ですね、はいはい、ということでまずお話を伺っていこうと思うんですけど、はい、はい、皆さんチランという場所、それこそね僕がダジャレ言いましたけど、本当にご存じない方たくさんいらっしゃるんですね、はい、今はお茶で有名って言った方が知ってる。チラン茶。あ、そう、チラン茶。チラン茶。あ、多いんじゃないかなっていうぐらいの、はい、場所ですが、うん、あ、平和会館というあの前段でお話をさせていただいた特攻隊の資料館、はい、そしてその隣にある観音堂、うん、手を合わせて慰霊をさせていただく場所、はいはい、こういうところを中心に私がお世話になっている蛍館富谷食堂という、うん、資料館。はい、これも後でまたご説明申し上げますが、その、観光産業になる前は、うん、当然ながら特攻隊の空港があった場所なんです。だから、年は明けたんで、79年前に、それは終戦してしまいましたが、その、チランがなんで空港ができて、ここに、特攻隊員が集まったのかという話をちょっとご説明差し上げます。はい、あのちなみに、陸軍海軍ありますけども、チランは、はい、陸軍航空ですよね、はいはい、我々の軍には空軍というエアフォースはないわけですから、はい、陸軍の飛行機乗り、海軍の飛行機乗りという形なんですが、海軍はあの永遠のゼロで有名な、うん、キャプテン直樹さん書かれましたね、はい、あの永遠のゼロで有名な、あれは海軍航空隊、うん、北海道があって本州があって九州があって、九州の下がこうなってるんですね、うん、まあ、足はいいかこうなってるんですよ、はい、でこれの北海道はこっちなんですけど、はい、こっち側が私たちがいる場所、うん、薩摩半島で永遠のゼロ海軍の、飛行機乗りの方々はこっち側です、はい、大隅半島、はい、大隅半島、私たちはこちら側の陸軍航空隊のいた場所がチランになりますが、はい、ここでございます、はい、陸軍最大の特攻基地でございますですね、はい、で、昭和でいうと15年、うん、地元の人たち男どもが招集されて、ここに空港を作るからといって、まあ、空港作りが始まるんですね、はい、でなんでここなんだって言ったら、条件が3ついいのが揃ったからなんですよ、うん、で1つは最南端である。アメリカ軍は敵国ですから、はいはい、その当時は、南からオーストラリアの北からどん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 北上して、はい、島を取ってくる、攻めてくる、はいはい、そして我が国も南にある島から取られてくる、うん、これを覚悟していたので、沖縄戦って言われるものへ向けてどうやって戦うのかって言ったら、準備としては南の方へ準備をするということなので、本州でいう最南端、九州最南端がここだからっていう一つ目最南端、二、はい、つ目は平地で高地なんです。ここは皆さん Google Earth とかそういうもので見ていただいたらいいんですけど、それはそれは広大な茶畑、芋畑なんですよ今。だから山を掘削したりとか平地にしなくても、もともと平地なんです。そこを潰して、はい、広場にするだけでよかったので、そして最南端である、はい、平地で高地、そして最南端であること、もう一つがですね、はい、その当時列車が通ってたんです。あ、はい、今もないなってますよね、はいはいはい、南薩鉄道だったかな、はい、列車が来てたので物資や人が運べたんですよ。というか、まあ船で来ても山の上まで上がってくるわけですし、はい、陸路を歩いてくるって言ったら、もうすごい山の中を、はい、鹿児島からね、そこを延々と来るわけだから、そうです、鉄道不可欠だったでしょうね、はい、そうですね、はい、九州新幹線に乗られた方、乗られることがある方は分かると思うんですけど、はい、熊本を過ぎて、もう熊本辺りから、うん、鉄道の新幹線の中はもうずっと外は真っ暗なんですよ、うんうん、もうトンネルばっかり通るんです、はいはいはい、これどういうことかって言ったら、山に囲まれているので、
その昔からこの辺りは薩摩藩と言われるところの歴史からもそうですけど、やはり山自体が城壁のような感覚で地域を作ってきたのと同じで、もう山々なんで、もう鉄道があるということはすごくありがたいんです。ありがたかったでしょうね、はい、この3つがバチッと揃ったのがここだったんです、はい、だから空港ができた、はい、だから、まあ陸軍最大の特攻基地と言われる形になって、最初はですね、でも特攻隊の基地じゃなかったんだそうです、うんうんうん、最初は出来上がった時は別に特攻隊が出撃するとかっていう話じゃないわけですから、まずは練習基地だったんです、ここは稽古をする場所だったんですよ、はい、で、立ち洗いという場所の文教所、支店だったんです、はい、だからその当時も、はい、19、20歳の男の子たちは厳しい稽古をしにここに来るわけです、全国からですね、でそうするとですね、私がお世話になってる蛍館富屋食堂と言われる ところは、はい、当時は資料館ではなくて、うん、文字通り富屋食堂なんで、うん、食堂なんですよ、はい、で、軍人さんたちがある日ここへ来てですね、貴様のところこれから若者たちが食事をとるから軍指定食堂にするって言って、軍令部がそれを通達し、半ば強制的に、軍の方々が食事を取りに来るわけなんです。でその当時は、おばちゃんって言って、それこそ学生の方々、はい、まあ、若い子たちが、はい、もう自分の母ちゃんのような形でお世話してくださる留めおばちゃんを、はい、もう本当に慕って、美味しいありがとうって言って、稽古を、厳しい稽古をして、各地に戻られるんですね。その決まった聞いただけですから。でそして数年1、2年経つとですね、その方と再会をしてしまうっていう現象が起きるわけです。ほうほう、おばちゃん久しぶり、別な航空基地に派遣されて何年か経つとまた帰ってきて、そう、おばちゃん久しぶり、もうその時はでも本当に母親に会ったようなそんな感じになっちゃうんでしょうね。そうです。で青年たちは、はい、もう屈託のない笑顔でおばちゃん久しぶりって言うんですけど、はい、トメさんは半ば分かってるんですよ。2回目に会うってことはもうその当時軍の機密事項ですから、はい、同じ町内にいる、ね、そのトメさんであろうとも、うん、そんな軍 の秘密事項は分からないはずなんですけど、うん、まあそれはその当時のね、うん、話ですから私には分からないですけど、耳にすることも終わりなんでしょう。もしかしてあなたもかいっていう感覚を持って再会しちゃうわけだから、屈託のない笑顔であればあるほどトメさんはあんた久しぶりじゃないのってなるわけですよ。この感覚わかりますかね。僕はその当時を生きる人間でもないですし、今の贅沢の極みを生きているような人間なので近づこうと思ってますけど、なかなかその、人の死を目の前にした親心であるトメさんのお気持ちに近づこうと思ってもなかなか届かないですけど、でもその当時は別れを惜しむ場所になったわけですね。富屋食堂、特に当時の陸軍、まあ、これ海軍もそうなんですけども、航空隊に配属されるような若者っていうのが講習合格の中でもとびっきり質のいい子っていう、だから本当に全国からえりすぐりの、まあ、少年たちであったんですよね。いわゆるスーパーエリートですよね。スーパーエリートですね、はいはい、だから親からしてみればこんなに出来のいい子、もう本当に自慢の息子だったのし、またその、まあ、昭和15年に一蘭に基地ができて、で昭和16年に開戦、戦争が始まり、で16年17年頃というのは日本はまだまだこう戦況が好調な状況だったわけですから、あ、ここで訓練をして、そしていろんなこう航空基地に派遣されていく、みんな本当に立派な若者として、その頃はおそらく送り出した時点では誇らしい気持ち、うん、まさに自分のもうほだって出来が良すぎるぐらいいいんだもん、うん、そうなんだ。で、トメさんはほら子供が女の子ですよね、はいはい、2人、はい、だからその こんな子たちがうちの娘の旦那になってくれればなぐらいのやっぱり気持ち的には思うわけですよね、うん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 、で本当にいい子だ、いい子 でその子が認知が決まって去っていく、去っていくときにはやっぱりみんなで盛大にお送りしたいなんていうようなこともあった。そうですね。でもその子が昭和19年以降になってこのチラに帰ってくる。俺はもう特攻として出撃をする。そうなんです。ということがある程度
直接聞いたわけじゃなくたってもう状況を見て分かるわけですよね。うん、苦しかったと思いますね。だから帰ってきた あったかっていう気持ちがどうしても出てしまう。そうですね。でもだからといってそこでトメさんがこうねポロポロ涙流してってことをやっちゃったらいけないことだって思うから、ゆっくり笑ってああよく帰ってきたね元気かいって声をかける。うもうでもその時のそのトメさんの気持ちを考えるとね、そうなんですよね。なんか他人様であるからこそ、うん、もっとお母さんのように、僕は女性じゃありませんし子供を産んだこともありませんから、あくまで想像の世界ではありますけど、久米さんは実の母親じゃない、だけど人生で一番最後の食事を提供するのはお母ちゃんの代わりに私なんだ、だから私ができることがあるかもしれないって思って、あの我が子に全く一緒の遜色ない、もっと言うとこの最後の食事であればあるほど、トメさんは毎食最後の食事かもしれないですけど、この子たちにとってはもうこれが最後の食事なんだ、朝ごはんは召し上がらないですから、その晩ごはんが最後の晩餐、これを腹いっぱい召し上がれっていう、その卵丼と言われる、あのこれもねしっかりお話ししたいんですけど、実はあの一つのの贅沢品のメニューがあるんです。僕今言いましたその卵丼という話また後でしたいんですけど、はい、それを最後に提供して彼らは帰らぬ人となるっていうのが、それこそ陸軍航空隊の最後の食堂、富田食堂、それは当時は飲食店でした。うん、はい、そうなんです。あのお写真でね富田食堂の建物を見ると、まあ、古く見た建物ですし、ちっちゃなね食堂なのかな、ほんの 4,5 人ぐらいしかお客さん入れないような狭くてちっちゃいようなお店なのかなと思うかもわかりませんけども、あれね中に入ってみると意外と広いんですよ。本当に広いんですよ。だからその中で大勢の特攻隊の皆さんがね、みんなでこう歌を歌ったりあるいは食事をしたりっていうようなことがあったあっていうのは、本当にこうなんだろう、当時の空気感っていうのはやっぱり肌で感じることができる。そうですね、はい、あの今でも資料館として、はい、皆さんのお越しをお待ちいたしておりますし、私がそれこそこういう形、ないしは全国へ回って、皆さん実はね鹿児島にはチランという場所があってね、そこにはホタル館という資料館があってね、そうやって皆さんに伝えることで、俺一回ちょっと行ってみるよ、私一回行ってみようかしらって言っていただくことが僕のここでの使命みたいなものですから、あの尾崎さんにこうやってお招きいただいて、こうやってあの皆さんに広報させていただくというのは本当にありがたいことで、もう1回2回じゃなくもう何度でもお越しいただきたいです。そのちなみにあの富谷食堂があって、でホタル館、ホタル館富谷食堂、ホタル館富谷食堂、今そういう名前なんです。どうしてホタル館なんですか。あこれね、涙を流さずに言えるかどうかがちょっとあの分からないんですけど、頑張って。あの宮川三郎という兵隊さんが当時いました。はい、めちゃめちゃイケメンですね。はい、その彼がですね、特攻前夜が彼の二十歳の誕生日だったんですよ。でおばちゃんに、米おばちゃんに、おばちゃん、俺、二十歳の誕生日だ、今日が、おばちゃんたちのおかげで、無事二十歳を迎えることができました、ありがとう。で、米おばちゃんに言うとですね、玲子や宮子、あの娘たちと一緒に、ささやかなお誕生会をしてくださったんですね。もう本当、家族同然ですよ。で、そこで、当然、先ほどご紹介させていただいた、卵丼も召し上がっていただいて、さあこれで、思い残すことはないと言って宿舎に帰る前にですね、宮川三郎軍曹が富おばちゃんに一言言うんです。おばちゃん帰ってくるよ、俺帰ってきます、帰ってこれるわけないじゃないの、どうやって帰ってくるの、ニコッと笑った宮川三郎軍曹はですね、俺ホタルになって帰ってくるから、その時は宮川来たかと、そうかそうかと、そう言って追い払わないでくれで、おねおばちゃんに言うんです。そのお言葉を残して翌日早朝出撃帰る人となるんです。翌日もまた次の特攻を待つ
若者たちがおばちゃんを求めて食事を求めて、富谷食堂に集まられるとき、その翌日に本当にドアの隙間から一匹のホタルが入ってきたんですよ。で、次の特攻を待つ若者たちと一緒にあーって見上げて、皆さん、あの宮川さんが帰ってきました、同期の桜を歌ってくださいって言って、みんなで肩を組んで、貴様と俺とは同期の桜って言って、大きな声でその蛍を囲んで歌を歌われたという話が今でも語り継がれて、その逸話が資料館の名前になったっていうのが蛍館富谷食堂というお話なんです。あの季節外れの大きな蛍だったそうですね。そうですね、はい、この季節にこんな大きな蛍いるのって思うような大きな蛍が一匹ふわっと入ってきて、私に、研修として一緒にご同行いただければ、うん、はい、そのお話を目の前で資料館とか蛍館富谷食堂の目の前でして差し上げれるんですけど、今は道路拡張だとかアスファルトの整備だとかで、はい、現状が変わってるんですが、数メートル道路を渡ってしまえば分かるんですけど、うん、はい、小さな小川が実は今でも流れてるんです、はいはいはい、でそれが道の道路の下を通って、うん、富谷食堂のそばへ流れてるんです。ああ、それが、はいはい、あのいわゆる側溝の蓋をされてるので、うんうん、今では川がないんですけど、ここに川があるというのは川を向こう側を見たら分かるんですよ。だからここに沢があって、カエルや、虫たちや、そういうものが群生しているのは当然わかる、そこで、トメさんたちは洗い物をしたりとか、その川でね、はい、そこに水がありますから、その水道がある時代ではありませんので、はい、そうやって、食事を準備したりとかする川から、ホタルが入ってきたっていうのがまさにわかるんですけど、富谷食堂のそばに行ってなければ、なんでそんなところに、ね、食堂の中に入ってくるんだろうっていう、わからないと思うんですけど、もうあの富谷食堂自体に外には川があって、ホタルが季節外れではあったんですけど、ホタルが入ってくるということが場所を見ればわかるので、まだあのご案内できるチャンスがあればですね、あの写真等々ではね、ここであの見ていただきたいんで、はい、またお送りさせていただきますが、その場所がわかれば、あ、ホタル、なるほど、いる、確かにっていうのが想像できると思いますんでね。あのその当日、宮川三郎、当時少尉だったんですかね、軍曹ですから、軍曹、あ、二階級特進で、はい、少尉になれるのかな。そうですね、はい、はい、まあ、飛行機に乗っかって、で霧が激しくかかったかなんかで、こう一緒に飛んだ漁機が引き返そうって合図をしたら、まあ、宮川三郎少尉は俺は行くってこう合図をされて、でそのこう彼らの人となられたということですよね。そのお話、まあ、これあの詳しい話はネットで検索いただいてもたくさん出てくると思います。また他にもさまざまな本当に涙なくしては語れないようなね、はい、たくさんのお話があって、そうなんです。あのみんなそれぞれにお父さんお母さんがいて、必ずご先祖様って言われるものは、お父様お母様の2人から、皆さん縦糸って言いますけど、縦じゃないです、扇です、どこまででも広がっている扇なんです、2人の両親がいて、その2人の両親にもお父さんお母さんがいて、そのお父さんお母さんにもお父さんお母さんがいてって言って、縦糸じゃないわけです。この大きく広がっていくそのご先祖様、この特攻隊員にもその何億というご先祖様もいるし、ご存命の両親やじいちゃんばあちゃんもいて、愛する兄弟がいて、もしかしたら愛する好きな人もいたかもしれない、みんなドラマを持ってるんです。 そうですね、そのみんなのドラマをゆっくりゆっくり限られた時間で聞いてきたのがトメさんなんですよ。そのトメさんの、お話、平成の4年で89歳でお亡くなりになったんですけど、そのトメさんの後を継いだのが、私が名刺交換をしたと前段でお伝えした鳥浜明久さん、はい、その明久さんがずっと晩年トメさんを、毎日ですよ、毎日車椅子を押して自宅から、観音堂へ、掃除に水を替えたり窓を拭いたり、もう最後の最後は歩けなくなるので、あのずりばいで階段を上がって水を変えたり拭いたりするわけなんです。それを誰がしてたのかって言ったら、トメさんと明久さんというお孫さんなんです。でそのお孫さんが、その運んでる時に自分の目の前で、
後ろに向かって秋久代のどこどこ県出身の誰々はねって言って特攻隊の位置をずーっとお伝えになられるんです。それをコピーのように彼はどんな話にも試験を入れず、自分の感想も入れず、そして自己紹介もせず、鳥山明久さんはお会いしたこともない富さんに語り継ぎなさいって言われたたった一言で、前館長は延べ80万人に語り継いで、お亡くなりになってしまいました。60歳で。で、今はその後目を継いで、ひ孫の健太、はい、健太さんが、はい、本館長となられて、トメさんから言ってひ孫ですね、はい、その方が館長となられて、今語り部となって、はい、していただいてますが、その間、うん、ご病気で少し大変な思いをなさった前館長鳥山明久さん、男子はお元気だった頃の鳥山明久さんから、はい、トメからこう聞いてるという話を僕はそれこそ何百回も、聞かせていただいて、私もね、喋ることはたくさんチャンスもありますし、お話はさせていただいてるんですけど、そうじゃなくてここへ来て広島や東京や各地でお話を聞くことも大事ですけど、だから講演に行かせてもいただいてますけど、はい、そうじゃなくて自分の足の裏でここへ確認をしに来て、鳥浜家地ですよ、地で話を聞いていただきたいなっていうふうに思う人間なので、僕も何回も繰り返してますけど、皆さんと一緒に一覧に来させてもらって、ここで皆さんと共に学びたいなと思ってる人間の一人でございます。そういう現実にあった出来事っていうものをじゃあしっかりと自分の足で感じ、目で見、そしてまた記念館で実際に残された遺書を見、きっとお越しになられた方はそこで何かを感じていただけるんじゃないかと思います。日本っていう国はもう大昔から理屈で分かったってダメだよっていうことがずっと言われていて、体験して初めて分かる。だからよく水行なんて言って、水行とか滝行とかね、滝に打たれるだとか冷たい水に浸かるだとかいろんなことありますけれども、なんでそんなことするのと肌から見たら思えるかもしれない。でも実際にやってみるとものすごく感じるものがある。このチランも同じじゃないかとね、思いますよね。そうですね、実際に足を運んで来てみると、だってこっから飛び立ってったんだもん。そうですね、はい、ということで今回の貴重なお話を本当にありがとうございました。まだまだ大勢のね皆さんをこのチランに案内していただいて、貴重です。はい、ご活躍いただきたいと思います。ありがとうございます。はい、希望の日本、再生チャンネル、まだまだこれから。